臨床工学科の栃原と申します、はい、よろしくお願いします。私たち臨床工学技師は生命維持管理装置の操作、それからそれの、保守点検、まあ、管理を行っているそういった資格になります。生命維持管理装置といいますと、呼吸、循環、代謝という形になりまして、呼吸はまあ人工呼吸器、循環で言いますと、まあ、人工心肺とかね、補助循環とかそういった装置になります。で、代謝になりますと血液浄化装置、人工透析ですね、そちらの方の装置を扱ってっていうようなそういった形になってます。そしたらね、腰掛けてください。腰掛けだけでいいの？座っとるだけで大丈夫ですよ、はい、お洋服もそのままでね結構ですので、はい、はいはい、じゃあちょっとね、またここのところに立てていきますよ、はいはい、このまま検査続けてますのでね、このまま楽な姿勢でおってくださいね。地震のためにずっと、うち離れてたでしょ。そうですね、ひどかったからね、水出なかったじゃん。そうです、私実は通信できてなかったので、多分避難されてるんだろうなというふうには思っておったんです。お願いしますね、はい、お元気そうでよかったです、今回の地震で実は1月1日以降通信ができてない方も何人かいらっしゃって、どうされてるかなっていうね、ちょっと心配があって、今日みたいな日に患者さんの顔を見るとね、非常にホッとしてます。はい、3階に行きました。こちらが私たちの部屋になります。はい、カメラ入ります。失礼します。お疲れ様です。はい、どうでしょう、学校の図工室のような。そうですね、はい、こちらの方は輸液ポンプ、シリンジポンプ、まあ、所狭しと並んでおりますけれど、こちらの方は貸し出しになりますので、きれいになったものはまた次へ貸し出すというような中央管理方式をとっております。私たちも技術講習を受けて、部品だけを取り寄せていただいて、それで私たちでしょ、メンテナンスしますので時間がかからないという。今年3年生の、はい、3年目の、はい、船舶の、はいはい、1年目の池永さんです。はい、点滴棒を修理してます。点滴棒の修理して、はい、直す修理するためのツールは、はい、いろいろと取り揃えております。はい、何でも揃ってます、ね、何でも揃ってます。これだけ物張っても倒れなかったんですね、その地震の時。そうです、驚きです、はい、もともと防災意識の強いセクションですので、いろいろ取り揃えたBCP のツールだとかですね、アクションカードとかっていうのがあったんですけれど、まあ、そちらの方も今回実際本当に体験してみて、有効であったものだとか、これを出した方がいいなっていうものは改定していかないといけないなというふうな、そんな感じでスタッフとは話してます。震災だからというわけではないんですがね、またこうやって団結力といいますかね、意思疎通ね、普段からよくしていきたいなと思ってますし、本当に力を貸してくれたスタッフにはもう頭が下がる思いです、はい、ありがとうございます。